学校の先生がお金稼げないって言ってたので、安定してないし、なるほど、未来が見えない、なるほど、未来が見えないといただきました、ありがとうございます。どうもこんにちは、ダニエルです。今日はですね、ここ渋谷に来てます。結婚したくない男性の職業っていうところで聞いてみたいと思います。結婚したくない男性の職業ってあります？声優。声優、はい、また具体的なところなんでですか、声優。なんか学校の先生がお金稼げないって言ってたので、ちょっと自分もそういう人とは結婚したくないなって思っちゃいました。声優、はい、ありがとうございます。なんかありますか？バンドマンとか。バンドマンもうあれですね、声発する系ダメなんですね、はい、バンドマン なんでダメなんですか？なんか安定してないし、なるほど、未来が見えない、なるほど、未来が見えないといただきました、ありがとうございます。バイトしてる、バイトしてる人、なんか30代とかになってもなんかまだコンビニでそのバイトですみたいな。なるほど、30代にもなってコンビニでバイト系はやばい、コンビニとかその飲食店とかのバイトですみたいな。なるほど、バイトマンはやばいと。フリーター。フリーター。職業じゃないか。職業じゃないです、なんかで具体的な、なんかなんていうの、工事現場。工事現場はい、なるほど。これ工事現場な、理由は何ですか？なんかイメージ、なんか貧乏。貧乏工事現場貧乏。なるほどなるほど、了解です。まあまあまあ、転勤族の人。転勤族の人、それは何でですか？いないと嫌だ。家族が。なるほど、家族で一緒にいるっていうのが結構重要なところに、あるぞ。フリーター。フリーター。フリーターは職業なんですかね。職業じゃないじゃん。フリーターは職業ではないかもしれない。確かに。なんかあります？これだけは嫌だ。なんか安定しない。安定しない。職業嫌だね。例えば安定しないところで言うと何ですか？なんだろう。ダンサー。ダンサー。ダンサーです。ダンサー。ダンサーってます。めちゃめちゃ具体的な。それはなんか自分がダンサー。あ、ダンスやん、ダンスね。あ、なるほどなるほど。アルバイター。アルバイター。はい。なるほど。理由は？安定してないから。安定しないから。ありがとうございます。わかります。サラリーマン。サラリーマン。おお。逆に理由はなんかいいんですけど、なんかすごいうつ病になる率が高いって聞いたから。なるほど。なんかわかる、うつ病になる率高いというイメージがある、サラリーマン。あとなんかそう、忙しそうだから。忙しそう。なるほど、自分との時間そんなに取れなさそうみたいな、疲れちゃってそうだし。ホストとか。ホスト、それなんでですか？ちょっと嫌だから。なるほど、わかりました。ありがとうございます。特にないけど、なんだろう、特にない。特にない。特に、もう何でもいいですか？何でもいい。本当に。ニートでも OK。ニートでも OK。ニートでも OK。紐大歓迎。紐大歓迎。自分が稼ぐと。はい、頑張ります。